メクレンブルクイコールフォアポンメルンは、ドイツ海軍のフリゲート、ブランデンブルク級フリゲートの4番艦。艦名は、メクレンブルクイコールフォアポンメルン州に由来する。メクレンブルクイコールフォアポンメルンは、ブレーマーフル艦造船所、機械工場ブレーメン工場で1993年11月23日に、寄港し、1995年2月23日に、浸水。 1996年12月6日に、収益し、第6フリゲート戦隊に配属された。命名、浸水式の際には、当時のメクレンブルクイコールフォアボンメルン州首相、ベルント在手の、妻アンネ・マリー在手が命名した。2006年に、第2フリゲート戦隊に所属変更される。2006年8月には、国際連合レバノン暫定中流軍に、参加するために、 F212 カールスルーへと共に出動準備し2007年初頭頃までレバノンをにて展開する。2008年には普及の自由作戦の一環としてアフリカの核海域にアメリカ合衆国主導の下で展開する。2008年11月3日にビルヘルムスハーフェンを出港しアフリカの角へ向かいメクレンブルクイコールフォアポンメルンは アメリカ軍指揮下で6ヶ月間に及ぶ対テロ作戦に従事する。2009年1月からは多国籍艦隊の専任艦となる。2009年4月には、ソマリア沖2009年4月10日の事件において、人質救出活動に参加する。また、2008年11月には、海域航行船舶から海賊による脅威で、緊急救助要請に応じている。 欧州連合主導による、ソマリア沖の海賊対策である、アタランタ作戦にも参加している。第2機動隊軍、第2フリーゲート戦隊に所属し、ビルヘルムスハーフェンを母校としている。ありがとうございます。